ちは。柏市立柏高等学校吹奏楽部1年生74人のメンバーで演奏させていただきます。皆様はこれからパレードがあるというのにこちらに、ずっとですね、腰を置いていただいてありがとうございます。先ほど筒田さんも言ってましたが、パレード帰りもございますので、ぜひ帰りの方もご覧ください。帰りですね、見どころはですね、そこ、向こうの広場の方からそこカーブしていくんですけども、カーブするときにですね、全体が見渡せますので、カーブするところ、特におすすめですので、私もこちらの、ハールドグブラス、小学4年生の頃から参加しておりまして、今年12回目ぐらいの参加となっております。私個人の話ですが、はい、いつも思うんですが、やっぱりカーブのところ、見どころですので、ぜひ帰りのカーブの方ですね、見ていただければと思います。それまで市立柏高校吹奏楽部1年生、もう少し、一生懸命演奏したいと思いますので、演奏の方お楽しみいただければと思います。はい、ではトロンボーンの人です。はい、では、後半の演奏を始めさせていただきたいんですが、前に出てきた楽器、こちらトロンボーンですね。もうちょっと待って、はい、75名1年生入ってきました。トロンボーンセクション7人なんですが、この子たち、とても元気があります。どのセクションよりどのパートよりも、一番元気があるんじゃないかと思っております。そんなパートをですね、後半、トップバッター、メインで持ってきましたトロンボナンザというトロンボがメインの曲をお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。
ちょっとこちらの森の音楽会の方もですね、例年よりも多くのお客様が来ていただいているということで、演奏の方も、とても元気な曲が続いているんですけども、次はちょっとですね、しっとりした曲1曲お送りしたいと思います。あれ、歌の子はどこ行っちゃいましたか。次の曲、ゆったりした曲2曲、おじいちゃんの自慢、そしてふるさと、こちらをお送りしたいと思います。はい、歌うのはですね、1年生、野田市立南部中学校出身野谷さんですね。はい、それでは行ってみましょう。しっとりした曲をお送りしている後ろでですね、元気なパレードが聞こえてしまってですね、何人か、足がそちらに行ってしまったお客さんがいるようで、ということで次は元気な曲で対抗していきましょう。次もですね、元気な、歌の曲でいきたいと思います。踊るポンポコリン、こちらをお送りしたいと思います。歌の子が、はい、もう一人いませんね。はい、走ってきましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の曲いきましょう。踊るポンポコリンです。せいせいせい
こちらをですね、もう一度元気いっぱいに演奏させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ではありがとうございます。こちらの曲をもちまして、市立柏高校最後の曲とさせていただきます。はい、ありがとうございました。一応、最後ということで言ってしまったんですが、本曲
やってもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。すいません。まあ、こちらの1年生ですね、4月からやってきまして、フレッシュコンサート、5月4日ですね、行いまして、今回が2回目の本番なんですけれども、まだまだ、これからもっとね、良くなるんじゃないかなってところもたくさんあるんですけれども、これから頑張ってやっていきたいと思います。今もですね、宝島で終わりだよっていう、MC した後に後ろを向いたらですね、テキーラやらないの、テキーラやりたいよって目でですね、ずっと見てたんですね、何人かね。はい、これはやらなきゃいけないなと思ってしまいまして、ごめんなさい、ちょっと時間が押してるんですが、ラストもう1曲だけやらせていただきたいと思います。それでは、市立柏高校おはほでございます、テキーラやらせていただきたいと思います。1年生の演奏を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。